シュベービッシュハル郡は、ドイツビュルテンベルク州の郡、シュトゥットガルト行政管区のハイルブロンフランケン地域連合に属す。北はマインタウバー郡、東はバイエルン州のアンスバッハ郡、南はオストアルプ郡、南西はレムズムル郡及びハイルブロン郡、西はホーエンローエ郡と境を接している。シュベービッシュハル郡はホーエンローエ平野の一角を占め、シュバーベンフランケンの森に面し、フランケン高原の一部をなす。ネッカー川の二つの支流ヤクスト川とコッハー川が郡域を貫いて流れている。シュベービッシュハル郡の歴史は、かつての帝国自由都市シュベービッシュハルがビュルテンベルクに併合された1803年に創設された同盟のオーバーアムトに由来する。その後様々な曲折を経て、1938年にシュベービッシュハル郡となった。1973年1月1日の市町村再編の際に廃止されたクライルスハイム郡とそれまでバックナング郡に属していたガイルドルフの領域が合併し拡大された。さらにホーエンローエ郡及びハイルブロン郡から4つの村が移管された。クライルスハイム郡は1810年に創設されたやはり同盟のビュルテンベルクのオーバーアムトから同じ1938年に創設された郡であった。ガイルドルフ周辺地区は1938年まで独立したオーバーアムトであったが、この時点で廃止され、バックナング郡とシュベービッシュハル郡に分割されていた。市町村再編の施行後、シュベービッシュハル郡は9つの市を含む30市町村を有し、そのうち2つは大規模郡都市となった。最大の都市は、シュベービッシュハルであり、最も小さな村はボルパーツハウゼンである。国勢調査、あるいはバーデンビュルテンベルク州の統計局の資料に基づく、この地域の人口推移は以下の通り、郡は郡議会と郡長により運営されている。郡議会は5年ごとに有権者の投票で選ばれる。委員会が8年に一度郡長の選挙を行う。郡長は郡の法的な代表者であると同時に、郡議会及びその委員会の議長をも務める、郡長及び郡職員を司る、その職責は、郡議会を準備し議員を招集すること、及び決議事項を執行することである。郡長は、委員会においては投票権を持たない。市町村再編時期以後の郡長を歴記する。2014年5月25日の選挙結果は、以下の通り紋章の基部は、銀と黒の市松模様に4分割。その上部は銀地で黒い農場針といかだ針が斜め十字に組み合わされている。その髪型には中に銀の十字が描かれた赤い円盤状のもの。ツオレルン家の市松模様は旧クライルスハイム郡の大部分を昔統治していたブランデンブルク・アンスバッハ辺境泊を示している。農場針はクライルスハイム市の紋章である。いかだ針は郡域の南部を治めていた。リムプルク伯の紋章にちなんだもの、円盤はヘラー効果を示している。シュベービッシュハルは、シュタウフェン家の時代に貨幣の鋳造所が置かれ、それにちなんでこの効果には、ヘラーという名がついたのである。旧シュベービッシュハル郡の紋章市町村再編前の、旧シュベービッシュハル郡では、これとは異なる紋章が用いられていた。それは、金地で、三つ峰のある赤い山の上にゆったりと、歩きながら種をまく農夫が描かれたもの。農夫は赤い裏地の青い上着を着、黒い膝丈のズボン、靴、帽子、銀のタイツと銀の肩掛け袋を身につけている。この紋章は1928年11月29日に旧オーバーアムとシュベービッシュハルで採択されたものであった。この紋章にはフランケン風の衣装が見られ、また、農業地帯であることが象徴的に描き出されている。黒と金はビュルテンベルクの色、金と赤は帝国自由都市の色である。郡内の鉄道路線ビュルテンベルク王国の国営鉄道は1862年に、まずはハイルブロンからシュベービッシュハルまでのコッハー線と呼ばれる路線を開通させた。1867年にこの路線はクライルスハイムまで延長され、アーレンからここまですでに開通していたオベーレヤクスト線と接続した。一方、クライルスハイムから逆のバートメルゲントハイムやラウダ方面へは1869年に延長された。1875年にはバイエルン州のフランケン方面へアンスバッハ経由でニュルンベルクまでが接続された。さらに1879年から1880年にシュトゥットガルトまでを結ぶムルタール線が開通した。この路線はシュベービッシュハル近郊のヘッセンタールでガイルドルフ、バックナング方面へ分岐する。1900年の初め、タウバー線の支線としてブラウフェルデンからランゲンブルクを結ぶ路線が開通した。1903年にはガイルドルフ西駅からコッハー川の渓谷沿いにウンターグレーニンゲンまでを結ぶ欧米でコッハータール線がビュルテンベルク鉄道会社により開通した。しかし2000年からこの路線は旅客運行を停止している。ブラウンフェルデン・ランゲンブルク間は1963年にはすでに休業している。郡内の幹線鉄道網は全長 112km である。郡域の南部をアウトバーン A6 号ハイルブロン・ニュルンベルク線が走っている。また A7 号ウルム・ビュルツブルグ線も郡域南東のフィヒテナウ付近をほんのわずかではあるが通っている。さらに多くの連邦道、州道、郡道が郡内を走っている。主な連邦道としては、シュベービッシュハルシュトゥットガルト間を走る B14 号線、シュベービッシュハルビュルテンベルク間を結ぶ B19 号線、アーレン、バートメルゲントハイム間の B290 号線がある。上記の文献は、ドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。